はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、皆さん北摂ライフはいかがでしょうか。自分は全然進んでないです。モテモテ確定会ですね。でデッキの方は、まあ男性キャラは一人でいいかなと思いまして、今回は肩上限の二宮くんを入れてます。要は肩上限アップを現環境だと誰を入れるかということですね。まあ、男性だったら二宮で、女性だったらクロセイラという形になって、男性2人はね多分入れる必要はないですね。入れて1人、まあ、多分入れなくていいと思います。まあ、クロセイラだとちょっと牛若の敏将が重いんで、今回は二宮くんを入れてます。あとね、ファーストなんでアーティストつけたいなと思って二宮くん連れてきてます。であとは5上限アップですね。ミート上限アップで、補給上限アップで、肩上限アップ、総力上限アップ、守備上限アップという形になってます。あと北摂キャラはやっぱり2人が一番バランスいいかなと思います。でせっちゃんはまあ確定だとして、まあもう1人はね、3キャラのうちレベルの高いキャラを使っていけばいいと思います。まあそんな感じですかね、多分。であとは次のね、イベントとしてレンタルサクチャレなるものが始まるんで、まあ、それに向けて少し立ち回りとかを勉強していかなければなと思います。まあ、新しい試みだよね、レンタルサクチャレ。これまあいいところとしては全員同じ条件で、まあ、できるということですね。でまあ悪いところとしては、なんていうの、結構重課金組の人たちは、要は初心者と同じ条件でやんなきゃいけないんで、優位性がないというところです。まあ、初心者に優しいイベントだと思います。あのサクチャレもね、できる回数がなんか6回までみたいなんで、まあ、本当にね全員同じ条件でスタートできるというところが、まあ、プラスでもありマイナスでもあると思います。で、本当はせっちゃん上げたいんだけど、メンタルで、ここ金徳が5つ取れるのかな。まあ、2キャラを緑まで上げて1つで、レッスン8まで上げて1つで、ブーストを3回やって1つと、あ、1つっていうか、ブーストを5回やって1つ、8回やって1つ、12回やって1つという感じになってます。まあ、最初の方は評価下でいいでしょう。要はときめきコマンドが使えるようになってからが勝負。あと安定性はないみたいだよね、ここは。ちょっと運がかなり絡むのと、でやることとしてはやっぱりちょっとときめきを上げていこう。せっちゃんときめきアップ、だときめき練習がどれだけできるかが勝負なんで、でときめきさえ上がっちゃえば確定で告白が発動するんで、それはもう早めにやっておきたいよね。でかといって序盤の方で全員ときめき上げすぎると爆弾処理が間に合わなくなっちゃうんで、そこのバランスも難しい。でこれでときめきが上がって告白が発動すると、まあ、せっちゃんはねここで初級のコツをくれるのもかなりいいところだと。練習を見つつ、そうタックも組めるようにしとかなきゃいけないんで、レイリーとかは割とね評価低いんで、コツがあるときはコツをもらって、まあ、コツじゃなくてもいいんだけど評価を上げていく。だまず評価上げをしつつときめきを上げつつみたいな、そんな感じでいいんじゃないですかね。ハッチもやっとくか。ハッチは1回練習するだけでいいかな。これ練習するときの上昇量も上がってるんで評価が上がるポイントですね。でときめき1回やっとこう。2回下校すると多分いけるかな。で体力も回復できるんで、一応タックを見とくけど、まあしどれみちゃん1人だったらちょっと弱いよねと。でどうしようかな。1回ずつときめきを上げておく。なんかときめき練習をすると最初の2回とか
全員のときめきが上がったりするんで、そういうのも把握しつつちょっとときめきは上げていきたいですね。コーツ2人、うん、せっちゃんハッチがまだか。採掘の評価上げますか。2種類練習なんで。で走塁、レイリー、レイリーは一番目にしとこう、序盤なんで。これでみんな結構いったはず。じゃあ何にもない時はときめきとかレッスンとかやってお茶を濁す。であとデートはせっちゃんだけでいいかな。あんまりときめきが来ないとハッチのデートを進めてもいいんだけど、ハッチのデートが進むイコールときめき練習ができないってことだからあんまり良くはないよね。てかまだ2人ダメじゃん。あげとこうちゃんと。でそろそろハッチもあげておくか。これ誰が誰だか分かんねえ。ラムでいいや。りょうちんだったか。んー、せっちゃんがまだ乗ってないっちゃ乗ってないのか。そう、評価がね低いとね。ちょっと待ってね、せっちゃんの評価上げないとクリスマスが厳しいんで、経験点がしょぼすぎる。今のままだと彼女になったらハッチだよね、クリスマス過ごすのが。レッスンするか、個人レッスン。これって評価上がるの？評価は上がらない、固め打ちで。んー潰そう、3で潰しちゃおう走塁は。で固め粘り悪球、まあいつもの通り初球代打へっすら足りない。ムードあとは盗塁アシストかな。ちょっと筋力が足りない。個人レッスンはまあまだいいか。乗ってる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 、せっちゃんで。これはどっちがいいの。せっちゃん評価が上がった。競争心、しどれみちゃんの評価も上がるね。でここは強くでいいや、体力はあるから。筋力ちょっと足りなくなりそうだよね。走塁、まあやるだけやろう。ときめきブースト。じゃあそろそろハッチも上げていいよね。そう、ここでときめきが全員上がるでしょ。でロードワークも出るでしょ。せっちゃん評価上がるでしょ。代打でしょ。打席プレイでしょ。弾道3にしとこう。OK。まあここは打てればいいんで。シュート。てかなんでこの時期に練習試合やるんだろうね、ここの高校って。早すぎだよね。なんか大丈夫か、危ねえ。もう一回回ってきた。満塁、みんな足早。矢部田さん、照井さん、レイリーさん、これが北摂の実力だ。思い知ったか、ラズベリー。走塁強化、逆襲、プロテイン。これあれが下がっちゃうんだよね、やる気が。やる気めちゃくちゃ重要なんで、やる気が絶好調じゃないとときめき練習が発生しないっていう、そういう感じなんだよね。常に絶好調に保っておく。じゃあハッチも行くか、下校しよう。大丈夫だよね、評価が上がるわけじゃないから。付き合おう。ときめきは上がるけどね、評価が上がるわけじゃないから。今はせっちゃんの方が高いはず。いや分かんない、多分これハッチの方が高くなりそうだな。まあでもいいや。クリスマスの経験点を捨ててでもときめき練習をした方がいいと思いました。でレイリーがね、これちょっと成功してくれないと困るのと、やる気が結構下がるんで、
そこがきつい。なんかやる気のやつ持ってくればよかったかね。やる気が上がるアロマグッズみたいなやつで、レッスンすると割といい確率でやる気が上がる。うん、上がる。いぶし銀ロードワークには出よう。せっちゃんの評価上げるため、かつもうクリスマスだから大丈夫。よし、オッケーオッケー。で、ときめき練習にはなってるね。ただちょっとレイディーが走り始めてるんで、 C までには上げておこう、少しでも。で、あとエプレミちゃんもイベントがあるんで、総力を少し上げておく。で、ときめき練習があったらときめき練習。ちなみにせっちゃんはなぜか精神の、これは何、タックじゃないんだけど、精神タック扱いになってるんだよね。そこがまたいいところ。ラブパワー、ラブパワーもね、発動しちゃうとね、やる気が下がるからね。手加減はせん、女の子だろうと、それが俺だ。29小吉、まあ別にいいや。で、ないない時は、ない時はときめきかデートかなんだけど、ちょっとレッスンレベルを8にしておくか。怪我しにくさ、なんかせっちゃんってよく怪我しにくさくれんだよね。ここってランダムなのかな。で、これも何がいいの、入らない方がいいかな。で、やる気が下がったらデートか。で、どっちがいいかな。プラス200、経験点的にはなんかあれだけど、何気に総力使うからね。で、バレンタインはまあしょうがないかなっていう。ボケ合戦、これ何、どっちがいい、アメリカリア、ハッチ、流し打ちで、ラブパワーが切れちゃって、かつ2人かよ。ちょっと待ってね、これは1人はちょっと除去しておこう。盗塁、これ体力回復するけど、やる気はどうだったかな。うん、上がった、よしよしよし、いいイベントだ。で、お母様に叱られてしまったんで走り出しましたと。ここでちょっとやっぱ上げておきたいよね、走力を B にはしておきたい。結局上限突破させるんで、高いことに越したことはない。で、何にもないから、何にもない時はときめかせるか、ときめかせるかデートするか。ちょっとときめかせるのが先だな。もう一人緑まで持ってこう、アンパンちゃん。俺はアンパンが一番好き。これさ、なんか微妙なイベントだよね。ほら下がった、チームメイト評価も下がるしさ、やる気は上がった。よしよしよし。で、そうだね、ちょっと二宮とタッグを組みたいんで、経験点的には700かでか、これでかすぎるな。200、300、400、あ、でもどうだろうな、ちょっと金徳は欲しいんで、経験点少し下がるけど、こっちでいこう。2回練習しないといけないんでね。意外性潰しとけばよかった、超ラッキーボーイ、かつラブパワー、そしてやる気がめちゃくちゃ下がった。これやっぱやる気用のアイテムを持ち込むべきだな。体力は結構高めに維持できるんで、体力回復じゃなくても大丈夫か。せっちゃん、やる気上げてくれ、1段階でも上がってくれれば。やる気が上がらねえ、どうしてだ、せっちゃんのチョコをもらってやる気が上がらないとは。じゃあちょっとお出かけデートだな。で、せっちゃんを優先的に。で、1段階もう1回やんなきゃダメか、ときめきが下がってしまった。で、ちょっと爆弾2人、いや、まずい、やる気が上がらない、やる気が上がらないと意味ないから、これは爆弾除去、ちょっと
せっちゃんの爆弾を除去します。逆襲、逆襲じゃねえ、逆境、逆襲はゲーやる気が。デートを進めるか。これだからラブパワー微妙だよね。ここでもラブパワーからのときめき練習は結構経験点もらえそうな気はするけどね。あ、もろ刃の刃だな。やる気上がらない。やる気が上がってくれるイベントがかなり重要だね。ちょっと A にしとこう。でこっちも A にしとこう。でせっちゃん3回目。基本的にやる気は上がるはずだから。え、下フルヒッター。ちょ、お前よく来るな。よし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 、やる気は下がらなかった。とにかくもうイベントでやる気が下がるのがこれ。あ、勝った、やろう。はい、これでアーチーズとか手に入るけど、パワーヒッターがないからきついんだよね。でまだときめき練習いけんな。足でメンタルはメンタルで使うけど、どっちがいいかな。こっちにしとくか。チャンスメーカー、ちょっと待って、コツ潰すか。あー、爆弾火がついてしまった。そして何にもない。もう赤く爆弾が火がついたら消しにかかる。アベレージヒッターでしょ。怪我しにくさもいいや。で流し、なるべくパワーヒッターの確率を上げたいといえば上げたい。逆気持ちでいいや。ホームシシュ、いぶし銀も2でいい。他も競争心も取って、打開目や1で一層も取ろう。コツを取ったらひたすら潰すか。でちょっと爆弾除去はします。でそうするとアンパンちゃん結構ときめきが下がっちゃってるんで、あーでもときめき練習いけるんだったらやる。んー、これはまあバランス的にこっちかな。てか経験点的にこっちかな。で洗礼の一撃、今5回目、8回目か。全然違った。俺が行く。逃げられた。げ、やる気下がった。待って。失敗ありか。やる気が下がる可能性のある選択肢はやめた方がいいね。成功失敗とかで、やる気が下がっちゃうと、ちょっと本当に、一旦無駄になっちゃうんで。で、ここは、スイープが被るんで、大番狂わせ。で不確定が2人だけど、まあ、能力しっかり上げてればなんとかなるかなっていう感じなので、レイリーとりあえず S にしとこう。あ、レイリーは意味ないんだろう。さっき取ったから総力を上げなきゃいけなかったんだね。ここ出たラブパワー、せっちゃんだとラブパワーの可能性があって、さらにモテモテじゃなくなってしまった。関係ない、やる気さえあれば。お、広角打法、レーザービーム。いやー、やる気が、あれ、やる気1段階しか下がってない。めっちゃ下がった。これはちょっと遊ぼう。もうやる気に振り回されんな。おー、さらに爆弾がついたか。これはもう2回目以降は飲んでいいんだよね、やる気上がるち。で何もないからちょっと爆弾除去、ちょっと3人目のときめき度を上げるのがだいぶ遅くなってるけど、まあいっか。ときめき練習できるときはときめき練習やった方が経験点的にはいいよね。走力99にしとこう。100にするとなんかよくわかんないけど確率が下がる説があるんで。でちょっと呼吸を上げて、でメンタル、2だ。
で飲む、でもう一回練習ができる総力、体力回復、トリックスター、これで12回目。で何にもない、何にもない時はちょっと料金上げよう、もう一回くらいやらないとダメかな。恋爆弾からのせっちゃんの評価が低い。いやもうすぐ治るけどね。気分屋、まあ確かに俺は気分屋だよ。でせっちゃんもなったから、まあどっちでもいいんだけど、いやちょっとハッチ、あーいや待って、どっちがいいかな。まあどっちでもいいか。総力ブーストやった、パク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 、お、いいね。でスイープゲット、でちょっと敏捷は100にしておいて、そこからまた消していこう。コツのあるやつ、スイープはじゃあもう一層取ったから消して、一発逆転、トリックスターはまだきつい、特進術先に取っておこう。で気分屋とか本当いらないよな。あ、プレッシャーラン取ってなかった。レーザービームも取っとくか、ファーストだけど。でローボールヒッターとハイボールヒッター勝ち合っちゃうからな、この勝ち合っちゃうやつがちょっと嫌だよね。広角打法も3でしょ。んー、チャンスは重いからな。でデートしよう、こういう時は。ここでせっちゃんがもう終わりか。いやかわいいな、マジかわいいわ。で7月来ない。うん、なんかめちゃくちゃでかいのが今のところないんで、ちょっと料金も、うん、遅いな。料金上がるのが遅かったな。多少のときめき練習だったら、うん、まあ、どうなんだろうな。ここを流れ見ながらっていう感じだからね。パワーが全然足りねえ。もうアーティストどころじゃねえな。まあ、上限アップさせないんであれだけど。今のところちょっと守備も怪しい。5上限突破ができるかが結構危ういな。金徳もまだそれなりに取ってないからね。これは狙おう。あとはレイリー、レイリーのレベルが上がってプラゴになってくれれば試合経験点がつくんで、まあ、若干伸ばせるんだけど。北節って結構点取られるよね、まあ、ピッチャーがしょぼいからね。それはしょうがないんだけど、割と負ける要素になると思う。スタミナはもうないかこいつ。もう一回なんかでかいときめき練習が来てくれればいいんだけど。男性キャラ2人いるとやっぱりちょっと厳しいよね。で今回の感じだったら、うん、まあでも女性っていうか北節キャラ3人入れちゃうと上限突破が厳しくなるから、ときめき的にはげ、これ何がいいんだろう、よくわかんねえんだよな。なんか諦めずに探してるけどいつも。あ、来た来た来た。メンタリングか、まあいいや。技術精神は欲しいところ。パワーヒッターやった。でこれあれなんだよね、爆弾のまま持ち越すと、ちょっと待って、敏捷がめちゃくちゃ余ってんな。ブースト使うか、使うってか取るか。でスイープは取った、トリックスターもいっか。じゃあもうここまで来れば直取りでいいでしょう。であとはじゃあ守備力、肩がいかなそうだなこれ。
と2回でしょ。爆弾爆発するんだ、1回で爆発するときあるからね。サイン察知。でアーチストはじゃあ取っておくか。パワーヒム2あれば十分なんで。よし、パワーは C 止まりかな。肩 S までやろうとすると多分届かないよね。みんな最初ウエストしてくんだ。みんなレイリーを警戒してんのか。てかレイリーの出塁率が高いのか。あ、ただ試合をこなすだけだったらパワーは C あれば十分なんで、まあアーチストプラス C あれば全然持っていける。やはり点を取られる。俺が点を取らなくては。今日2打席連続でホームランを放っている。この感じだったらまあもしかしたらアーチストじゃなくて牛若でも良かったかもしれないけど、まあ、そこはなかなか難しいところだよね。しまった。危ね。牛若は牛若で守備力高くないと失敗するからね。さてときめきが来ない限りは。うわ来た、どうする。メンタル、いやこれでかいわ。これやる。でラキセブンで考え事で総力が1上がる。でせっちゃん評価が下がっちゃったけど1回練習すれば持ち直せるんだよね。もう甲子園来ちゃうとそんなに経験点伸びるわけじゃないんで。でこれで走力は OK。 あとどっちが近い、守備の方が近いか。で102、精神が微妙だな。肩も上げ出すか一応。どうだどうだか分かんねえ。ただ最後のエピローグ経験点は欲しいからせっちゃん1回やるでしょ。10下がって7回復すれば多分大丈夫なはず、多分ね。ちょっとそこら辺の細かい計算が分かんない。やっぱり使わなかったな、カロリーは2つも余っちゃったよ。体力はまあまあまあ大丈夫なんで、やる気上がるやつ持ってった方がいいかもね。やる気下がってる時にときめき練習が来たらやる気回復させて練習した方がいいと思うんで。あとやっぱりあのハッチのデートまでは無理、あのケアできないんで、ハッチのデートは捨てていいと思います。イベント的に言うとアンパンが結構通常イベントとしては悪くないんだよね。まあ、ただハッチPSR あるんで、てか点取られすぎ。もう俺が点取らなかったらもうどうなってることやら。8対5、俺何点取った。7打点。ヒーローどころではないな、こんなモテモテだろ。モテモテ剥奪されたけどさ。で、あー悪くない。いやでもいるか、敏将B 賞いるかだけちょっと確認しよう。あと取ってないと大番狂わせは特に B 賞使うわけじゃないし、恐怖の満塁男で精神めっちゃ使うんだよな。超ラッキーボーイも精神使うね。ちょっと取れるときに取ろう。逆襲も精神使うね。精神足んねえわこれ。上り竜も精神使うね。洗礼のうち全然金徳取ってねえわ。いや足りなさすぎる、経験点がいかんせん足んねえな。じゃあこれはいいや。スカウトさん評価も上げつつ少しでも精神伸ばしていくか。本当に少しでもって感じだけどね。いや精神不足だな、まあ、それ考えるとクロセーラでもいいかもね。クロセーラちゃんは精神練習があって。振動、俺的には振動もね好きなキャラだから、なんか別バージョン出て強化してほしいんだけどな。第3球を投げました。きたー、
振動だったら全然いいでしょう。北節リードで迎える3回です。ワンアウトランナー1塁という場面で平山、これ切り裂き出てるとすげえな、レイリーちゃん打った強い当たり、レフト前クリーンヒット、さすがに走らないか。北節リードで迎える5回です。通信やべたさ、ワンアウトランナー1塁という場面で、北節は足が速いのかな。変わった北節攻撃に入ります。服部くん157キロ、すげえストレートの持ち主だ。抑えたね。名もなき誰かわからないちゃん。いや欲しい欲しい、マジでレイリーの試合経験点ボーナスが欲しい。9佐伯さん、いやだったらメンタルだな。いや全然足らんわ精神ポイントが。金徳を取りに行くかどうするか、ま、肩はねもう精神使わないからね。いや肩もでも無理だな。補給がだから S にもならない。じゃあ、置いとく感じになるか。そう北節はねもう経験点バランスが調節できないんで、お待たせいたしました。そこら辺も運ゲーというところはあるけど、まあ、なるべく確率を上げる、ハマる確率を上げる立ち回り。第2球投げました、外れたボール。第3球を投げました、うわ外されたか、芯を取りました。よしまた独身術が発動してる。カーブこれ狙い目、もうとにかく試合で経験点を稼がなくては。これは入ってくる、えっなぜだ。虹谷やるな。スライダーか。第2球投げました、カーブはボール。第3球はインコース引っ張った、スタンドに入りました、ファール。投げました、危ない球。いやこれはフォアボールになる可能性が出てくるな。第5球投げた、よし2本とりあえず必須で、一応ハッチが経験点くれるんだけど、ハッチはねちょっと偏ってるからね。これ100ゲットしたでしょ、120で2、これ150、精神をくれないで100でチャンスで、佐伯さんは満塁男のコツをくれれば OK。 どこまで伸ばせるか。経験点的にはどうなの、1万3000か1万5000とか欲しいよね。なんかいやまあ1万3000もいいはいいんだけど、ちょっと肩上げよう。よしで意外に精神いったな。これはじゃあ洗礼の一撃取ったらさ、いや洗礼の一撃取ったら上り竜取れねえし逆襲も取れねえし、満塁とか取れるで敏将と、いや足りねえ。じゃあちょっと技術が全然足りてないのか。いややっぱ1万5000は欲しいね。1万5000ないとそもそも経験点が足りない。ビッションめちゃ余ってんだ。逆襲もあれだしな、取れねえしな。そうだね、そのくらい必要だね。やっぱりチャンスもちょっと敏将が余りすぎたな。もうどうにもなんないよね、どうにもならんから、とりあえず補給を上げる。 OK、 まあいっか。SS3 か、やっぱりもうちょっとハマりが必要だね。なので、まあ、北節はと
とりあえずハマる可能性を高くして、あとハマるの待つみたいな、まあ、そんな高校だと思います。じゃあまあ一応独身術もあるし、アーティストってかファーストでパワー C って微妙だよね。まあそんな感じでしたということで、まあ、北雪は、うん、1万5000とか出せればまだ金徳が取れてね、全然伸びる高校ではあると思うので、まあ、経験点がどうしてもね、あのばらつきが出ちゃうこともあるんで、それはしょうがないと思います。まあ、ただ夢はある高校だというところなので、まあ、試行回数をね、重ねていつかハマるのを待てば強い選手が出来上がると思います。なので、まあ、選手を量産するっていう意味だとちょっと向かないかなと思います。まあ、ドカッとね一気に強い選手を一人作りたいというのであれば、まあ、何回もやって、経験点がハマれば、まあ、PG とかもねあのできると思いますので、まあ、それ目指してやってみてはいかがでしょうか。そんなわけでね、また、来週からはなんだっけ、レンタル作者でなるものが始まりますので、まあ、そちらの方も、頑張っていきたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。